こちら長岡さん突然なんですが、こちらのアート作品、アート作品、そうなんです。材料って何が使われていると思いますか。でも西テーマで来てるから、バス、正解です。お見事、さすが福岡在住長岡さん。福岡在住関係あるんですか。関係ありますね、まあ、はい、西鉄バスですもんね。皆さんよくご存知の西鉄バスです、はい。個性豊かな展示会が催されます。製造こそ終わっていますが、今も街で見かけます。あ、赤バスと呼ばれる旧デザインの西鉄バスです、ね。その車体を切り取り作られたスクラップアート展が明日から始まります。やっぱボディなんだ。展示される作品の材料は北九州市内を141万キロも走り役目を終えた路線バスです。一つ一つが異なる、全て一点物です。これは分からないかも、ね、ほら出口の文字ちょっとなんか放射口でしょうか、ね、気に入ったものは購入もできるそうなんです。お、欲しい欲しい、うん、面白い。最高額は6万円。お、なるほど。一目で西鉄バスと分かる西手の文字が入った作品です。こちらも4万7000円と5万円。どうやら文字が入っている箇所がレアなようです。そうですよね。きれいに磨いたりはしてるんですけども、やっぱり汚れが残ってるところも、あの作品の魅力、一つ一つの違いがあると思います。働き続けた路線バスがあなたのそばで生き続けます。展示会は明日から北九州市で、入場無料です。